仮想的部隊とは、軍事演習において、敵軍を演じるために編成される部隊である。英語では、オポージングフォースと呼ばれるほか、アメリカ合衆国やオーストラリアではこれを略した、オペフォーが使われることも多い。また、カナダでは、単に、エネミーフォースという表現も使われる。空軍、航空部隊では同様の部隊を、アグレッサー部隊と呼ぶ。基礎的な訓練。 演習においては、シナリオに沿った、仮想敵を、通常部隊が演じることも多い。しかしその一方、多くの軍隊では、より高度で、現実的な演習の実施に備えて、本物の敵の再現を目的とする専門の訓練を、受けた、仮想敵部隊を設置している。通常、こうした演習では、外交関係への影響を避けるため、 特定国の軍事的特性を模倣しながらも、実在の国名を用いないことが多い。仮想的部隊はまた、演習を通じて、いわゆるレッドチームとしての役割を果たすことも期待される。すなわち、あえて敵の立場から、自軍の攻略を検討することで、自軍が持つ弱点を探り改善へとつなげるのである。仮想的部隊ではしばしば、本物の敵のドクトリンや武器、 装備が用いられ、制服も本物の敵を模したものか、そうでなくとも一般部隊と外見上の区別が行えるようなものが使用される。車両、航空機類は何らかの方法で露飼した本物の敵のものか、自軍の装備を本物の敵の装備風に塗装、改造したものが使用される。仮想的部隊との演習では、空砲や発煙筒に加えて、 多目的レーザー光線システムやプラスチック弾、ペイントボールなどを用いて、通常の演習では省略される飛弾による、支障の概念を取り入れることが多い。アメリカ軍では、冷戦期より、ソビエト連邦を想定した、大規模なオペフォーを設置してきた。ソビエト連邦の崩壊後は対象を広げ、近年では、イラクやアフガニスタンといった国を想定することが、増えている。 以下の3つの訓練センターが、アメリカ陸軍における主要なオペフォーの拠点である。NTC 及び JMRC の部隊は、ソ連軍の自動車化狙撃兵を模しており、多くの仮想的改造を施された車両を保有する。NTC では T-80 戦車風の改造を、施された M551 シェリダン系戦車を2003年まで使用していた。 その他にも BRTM-2 走行車風の改造を施された、ハンビー、BMP-2 走行車風の改造を施された、M113A に走行車、T-80 戦車風の改造を施された M1A ブラムス、同じく、T、T-80 戦車風の改造を施された M113A に走行車などが存在した。j r c では、 BMP-2 走行車風の M113A に走行車に加えて T-80 戦車風の改造を施された M60A3 戦車なども保有した。1990年代半ば、JMRC ではユーゴスラビアにおける平和維持活動に備えて低強度紛争を想定した訓練が実施された。現在ではイラク戦争後の対反乱作戦を 想定した訓練が行われている。2004年初頭、NTC では、イラクやアフガニスタンにおける、紫外戦を想定した訓練が始まった。演習場内に大規模な中東風の複雑な街が、再現され、アラビア語やクルド語を話す、オペフォー隊員が、アフガニーラク風の衣装を着て市民及び民兵を、演じた。イギリス陸軍では、仮想的部隊として、 イギリス陸軍サフィールド訓練部隊を有する。大韓民国陸軍では、科学化戦闘訓練団に、仮想の朝鮮人民軍陸軍の任務を帯びる部隊がある。日本の陸上自衛隊では、唯一の専門の仮想的部隊として、部隊訓練評価隊例下の評価支援隊を有する。かつての大日本帝国海軍では、昭和8年度以降の海軍大演習の、 艦隊対抗演習に際し、仮想的部隊として、第4艦隊を臨時編成している。ありがとうございます。